こんにちは、すんだもんです。妖精の中田さんたちが忙しそうです。そして古いノートパソコンが2台来ました。 LINE のオープンチャットで何かしています。その結果、すんだもんに動画のお仕事が来ちゃいました。今回は古い対応不能のグラフィック性能のノートパソコンでできるだけ最新のモントレーの夢を見ちゃいます。 USB メモリーインストーラーの作り方は前回の動画を参考にしてください。中田さんたちはモントレーで成功しましたが、うまくいかない場合ビッグサーでもいけると思います。夢なので全部の機能が動くわけではありません。はじめはランは優先、タッチパッドも無理かもしれません。この夢が良いものとなり、改良を加え、誰も夢見てないノートが完全に動けは、卒業と言ってもいいでしょう。というくらい、起動するだけでも結構大変だったらしく、妖精の中田さんはぐったりです。ここでは、インストールは前回の動画の方法で終わってて、その後のパッチの仕方をメインに紹介しちゃいます。面倒なことは嫌なので、これは全部フィクションです。こんにちは、すんだもんです。今回は、LINE のオープンチャットでお世話になった皆さんと一緒に、パッチで対応するまでのグラフィック機能を持つ以上のバーサプロとレノボ E430 体験会を夢見てみました。 MacOS を動かすためのブートローダーはすんだもんのホームページに貼ってあるらしいよ。それから Windows でインストール USB を作る夢は前回の動画すんだもんの夢のハッキントッシュ簡易変納とカタリナの方法でいいみたいだよ。そこではカタリナのイメージのダウンロードを紹介したので、モントレーのイメージをマルドンさんのオラリラからフリーダウンロードマネージャでダウンロードする動画を載せとくよ。コピーしてフリーダウンロードマネージャーに貼り付けて待っちゃいましょう。それでも 9GB 以上あるのでちょっと休憩しましょうね。バレナエッチャーで USB メモリに書き込んで MacOS があれば EFI をそのままコピーしてもいいし、 Windows なら前回の動画を参考にしてね。さて、全部みんなに任せるのも悲しいので、一つ目はほぼジャンクのレノボ HE430 を6980円で仕入れました。それからまた難あり品の3世代のバーサプロを使ってテストしちゃいました。キーが効かないのはケーブル外れだけで直しましたし、 AC アダプタは壊れてましたが同じものがありました。ヤフオクなのでどう来るかなと思ったけど、なんとかなりました。前回のように行えばモントレーのログイン後の画面までたどり着けます。今回はそこから始めちゃいましょう。
もうおなじみのクローバーコンフィギュレーターをダウンロードします。アプリケーションフォルダにドラッグ&ドロップして、そのフォルダを見て右クリックで開いて動くことを確認します。はじめに USB メモリの EFI パーティションを開きます。こちらが USB メモリの EFI パーティションの中身です。SSD の EFI パーティションを開きます。まだ何も入ってないので USB メモリの方からドラッグ&ドロップでコピーしちゃいましょう。そうしたら SSD の方の EFI フォルダを開いていって、コンフィグ P リストをグローバーコンフィギュレーターで開きます。左にある SM BIOS をクリック。シリアルナンバーとこのように MacBook Pro 12.1 で振り出し直します。最後はセーブしてひとまず終わりです。 USB メモリを抜いて SSD から起動します。次にオープンコアレガシーパッチャーをダウンロードします。クリスさんのパッチャーもあるのですが、パッチのリムーブができるのでこっちを使ってみます。他のアプリと同じようにアプリケーションフォルダに入れて動かします。
ットインストールルートパッチを押してみましょう。このようにパッチができない理由に SIP が効いているからと出てしまいました。そこでクローバーコンフィギュレーターで SIP を設定し直します。クローバーコンフィギュレーターで SIP などを入れ直します。コンフィグ P リストをクローバーコンフィギュレーターで開きます。左の項目から RT バリアブルズを選びます。ESR アクティブコンフィグと HW ターゲットを入れます。 ESR アクティブコンフィグには FEF を入れます。 HW ターゲットには X86 レガシーを入れます。最後にセーブしちゃいましょう。再起動してくださいね。もう一度オープンコアレガシーパッチャーを動かします。ルートパッチングを押してパッチを進めていきます。ルート権限詰まり管理者権限で再起動するので同じようにボタンを押していきましょう。ダウンロードに時間などがかかりますので動画をカットしました。ここからも時間が相当かかりましたので動画はカットしました。結果はこんな感じです。最後に書いてあるように再起動します。そうすると今までカクカクしてた感じとかランチャーの動きが良くなっているでしょう。最後になりますが、パッチした後に P430 はこのような画面に線の出る不具合がありましたが、リフレッシュレートを 47Hz に変えたら直りました。その他 VK25TX では、ゆっ
EFI ブートが内蔵 SSD から行えないなどの問題もありましたが、今後の問題です。一番機能がいいのはやっぱりレノボのようです。うまくいかない場合はビッグサーなど OS の難易度を下げるのもいいと思います。夢が見れてよかったら現実の Mac も見てみましょうね。長い間見てくれてありがとうございました。